最近 YouTube って、はい、あの上迫さんがどうのこうのっていうのが、はい、借金がどうのこうなったんですか、はい、あれはそうなんですか。それに関しては全くの事実ですね。全くの事実、忘れてたんですけど、ちょっと。そうなんですか、はいはい、ただやっぱりあの宮迫とはもう長いんですよ、付き合いが、はい、であいつが YouTube をもうあの一番騒動でやなって、はいはいはい、たもんだの時に一発目に出たあの芸人というのは僕なんですよ。あ、そうなんですか。あの頃は出たくないですよ、誰も。今だから言うんですけど、あの、あ、うん、まあ、分かった、あのこっちからもじゃあ電話するねって言って、はい、千原ジュニアに相談したんですよ、はい、で止めてくれるかなと思ったら、ええ、あ、全然美馬さんだったらいいと思いますよそうですか、今の違い保険みたいなとこあるんでみたいな感じで、はい、で、あ、そう、分かった、ええ、でも言っても新しく社長になった、はい、あの枝豆社長は、はい、多分止めるだろうなと思って、枝豆さん、これ出ろ出ろ、困ってんだから出ろって、はい、誰も止める人がいなかったんですよ、はいはいはい、それで出るようになった。ところで宮田さんって言いますと、はい、お家がお医者さんで、はい、僕新日本プロレス の、はい、あのレスラーになりたくて、はい、あのレスリング部入ったんですけど、この仙台育英高校に行ったってことはスポーツの方でしょうから、はい、お医者さんになりなさいって、はい、僕小学校低学年で諦めてます。プロレス、新日本プロレスに行こうと、はい、思ってらっしゃったのに、思ったんですけど体重もその当時少なかったし、で今90キロあるんですよねスラーはこう無理だなっていうのがあって、はい、で、僕中学校の時からビートたけしのオールナイトニッポンっていうのも毎週聞いてたんですけど、たけしさんが話すこう芸人の世界っていうのにすごい憧れ、なんかとにかくそばにたけし城のバイトができるっていうのがあって、はい、そこに潜り込んで、はい、そこからこう入っていこうと思ってたんですよ。たけしさんが毎週休むんですよ。当時はもう当たり前。どういうことですか。いや、気まぐれだと思います。許されたんですよね。そうですか。そうです、はい、うん、で、これいつ来るか分かんない、はい、で、自分でやるようになって、はい、そしたらまあまあまさか の、 あのうちの事務所来ませんかって声かけてくれた人が、はい、当時のビートたけしさんのマネージャーで、スカウトってジャニーズだけだと思ってたんで、こんなことあるんだっていう。あるんですね。どっかでちゃんと見てたんですね。そうそう、あ、1年間通ってたみたいで、まあ、たけしさんの事務所に入って、はい、それからボカブラ天国ですか。そうですね。ですか。そうです。そこでバーッと深夜からこうついにゴールデンになって、はい、僕らゴールデンから出たんです、はい、あ、そうですか。そしたら僕の当時のマネージャーが、はい、あ、もうボカブラのオーディション行って、もうゴールデンにもなったし、オーディションがあった、はい、これダメだったらもうやめた方がいいよ、もうそこまで悪いって言われて、はい、そしたら引っかかって、はい、あれ変わりました。いや、まあ、簡単に言うと、はい、月10万の給料が月100万、はい、そうですか。次の月200万、うわ、次の月300万、次の月400、500、まあ、500がマックスでしたね、はい、で家 の、 あの取材のテレビとか、はい、ナインティナインが僕のこう、はい、歴史を探るみたいな、なってくると地元の花巻祭りってあるんですけど、はい、花巻祭りより人が集まっちゃったんですよ。そうなんですか。警察がもうパトカーが出てきて、どうもすごいっていう。それで地方行って、はい、テレビの仕事が入って、これもう間に合わないとどう考えても物理的に、ヘリコプター用意してくれるんですよ。うわ、ヘリ移動2回してますから僕。すごい、ビートルズですよ、本当。今日は地下鉄で来ましたけど、はいはい、たけしさんにいただいた。そうだったんですか。そうなんです。ゴロハスいいですよね。あの上から読んでも下から読んでも、はいはい、それはもう映画のように覚えてますね、もらう瞬間を。どう、教えてください。あの当時たけしさんタップに凝ってたんで、家の地下室でタップやって、はいはい、で若い衆がいるんですよ、はい、でそこに僕も参加してやってたんですよ、はい、でその時にパッて振り向いてガーッて来て、お、なんだなんだなんだ、お前にまだ名前つけてねえな、うん、つけなきゃな、はい、心の中で来た、
15歳からずっと夢見てたことが、はいはい、来た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 、はい、